今日は勉強のその先で一体いくら稼がないといけないのかという点について語ろう。勉強はゴールじゃないですもんね。単なる手段ですもんね。よく分かってきたね。その通りよ。勉強という手段を使ってお金を稼いで、最終的には自由になる。これがゴール。自由になるためのお金の総額ってことですね。知りたいです。今みんなはどのくらいの生活費がかかっとるかな。固定費と変動費で分けて計算してごらんよ。やばい、家計簿つけてないから全然わかんない。家計簿は絶対つけなさいね。自分の家計すらコントロールできない人は人生をコントロールできないから。はい、でも大体はわかりますよ。家賃はゼロです。実家なので。実家は最強なんよな。住む家がすでにあるというのは勝ち組の証なんよ。デメリットもあるけどね。実家があるデメリットってどんなものですか？その土地と建物に縛られる点が一番のデメリットやね。引っ越ししつらいし、維持管理費の費用負担もあるし、税金もある。お父さんが払ってるやつですね。いつかは私に受け継がれるのか、嫌だな。普通の人たちは家賃という形で支払うから、総額で言うと同じようなもんやけどね。とりあえずは家賃または家のローンで考えて、一人で暮らすなら全国平均は約5万円になるね。東京都心だと7万円くらいになる。はい、だいたいそれくらいだと思います。電気ガス水道が合計で1万2000円くらいですかね。水道光熱費はこれからさらに上がる可能性があるから、1万5000円で計算してみよう。スマホは人によるけど、格安シムで3000円くらいにしようかな。あとは何らかの変動があった場合のことを考えて2000円くらい余裕を見ておこう。他にはインターネットが5000円くらいですかね。あとは健康保険と年金と年を取ると介護保険もか。それらの合計がだいたい月5万円くらいかかるんよね。年収が高い人はもっと高いけど。ということは家賃が5万、水道光熱費が1万5000、スマホ3000、予備費用で2000、年金とか保険料で5万、合計で12万円ですね。大変よくできました。それが固定費ということになる。都心にお住まいの人は15万円くらいかかると思ってよいかな。まだ固定費だけなのにすでにしんどい金額なんですけど。さてここからは変動費に行こうかね。まずは食費、日用品費、被服費などの一般的な変動費がいくらくらいかな。私は実費が多いのと、白熊先生によくご馳走してもらっているので、食費は月に2万円くらいですね。普通の人たちの平均は一人暮らしで約4万円やね。日用品費は男女で大きな差があるけど、全体平均は5000円くらいになるかな。被服費も個人で大きな差が出そうですね。私は島村ばっかりですけど。そうやね、派手な女性またはファッション大好き小僧だと高くなるやろね。でも今回は全国的な平均値である5000円で計算しようかな。ということは食費、日用品費、被服費などの一般的な変動費が合計5万円ですね。次に美容費、交際費、趣味費、交通費、医療費、学習費などのその他変動費を考えようか。これも難しいな。個人差が激しいですね。そうやね、だから最終的には自分で計算しないといけないけど、今回は大体の平均値で計算しよう。まず美容費は女性の方が多い傾向があるけど、全体平均では5000円くらいやろね。女性は7000円超えることが多いかな。交通費は通勤をしているかどうか、車を持っているかどうかで全然違いますけど、平均1万円くらいですかね。そうやね、趣味と交際費も変動が激しいけど、今回は両方合わせて1万円としておこう。医療費は年齢が上がっていくと触れがちですけど、平均5000円くらいにしますか。学習費も毎月書籍数冊として5000円で。じゃあ今挙げたその他変動費の合計は3万円ということになるね。なお美容にお金をかける女性の場合は4万円くらいだと考えよう。一旦整理すると、固定費の合計が12万円、一般的な変動費が5万円、その他変動費が3万円、合計で20万円ですね。その通り、個人差があるからプラスマイナス3万円ほどの差は出るけど、だいたいそのくらいやろね。あとは税金ですよね。これがまた個人差が激しいんですよね。一人暮らしの一般的な所得が30万円だとすると、毎月約2万円くらいが所得税と住民税で引かれるね。じゃあそれで計算して月22万円が生活費の総額ってことですね。そうやね、都心に住んでてもろもろ費用がかかる人だと25万円くらいやね。では月に25万円かかるとしましょう。なんとなく感覚値としてもそのくらいだなと思うので。じゃあ計算するぞ。今の年齢を仮に25歳だと考えて、85歳まで生きたとしてあと60年生きることになる。ということは月額25万 ×12 ヶ月、
×60年イコール1億8000万円のあり、今の時点で1億8000万円あればもう働かなくていいわけですね。その通り、これで目標が明確になったね。ちなみに年齢が1歳上がるごとに300万円ずついらなくなっていく。じゃあ今が30歳なら1億6500万円になって、35歳なら1億5000万円になるということか。ちゃんと電卓使えてるね。さすが簿記2級保持者。とや、伊達に電卓持ち歩いてないんですよ。今回の計算はざっくりしたものだけど、だいたい一人で生きるためには月25万円かかって年間300万円かかる。逆に言えば年間300万円あるなら一人で生きていけるんよ。あと何年生きるかをある程度決めれば、それに300をかけるだけで人生に必要な総額がパッと出せるわけですね。結構便利やろ。私はよく使うんよ。後い暮らし資産を作ればこのくだらないスゴロクから上がれるかなって。人生ってリアル人生ゲームみたいですよね。時々すごく虚しくなります。そうなんよ。先に人生に必要な総額を稼いだ人間から上がっていくんよ。ただそれだけのゲーム、くだらんけどこの世界のルールやからね。でも目標金額が明確になったので貯金頑張れそうです。実際は資産から得られる利回りとかもらう年金なども計算するともっと安い総額で上がれるんだけど、単純計算でそのくらいの資産が必要だから目標にするといいよ。視聴者の皆さん、一緒に頑張りましょう。働くぞ、貯めるぞ、勉強するぞ。無理せずね。コツコツと地道に努力するしかないから焦っちゃダメ。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。